オルランド・エンゲラールは、オランダ・ロッテルダム出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは MF。エンヘラールと表記するメディアも多いが、実際の発音は、エンゲラール。フェーノールとのユースアカデミーで育ち、ナック・ブレダで、プロデビュー。その後、ベルギーの KRC ヘンクへ移籍するもを思ったような、活躍ができず帰国。FC ・トゥベンテの、 フレット・ロテン監督のもとで自信を取り戻し、オランダ代表に選出されるまでになった。2008から09シーズンは後日のユーロ2008での活躍が評価され、ブンデスリーガのシャルケ 04A 席。しかしリーグ戦では12試合の出場に留まるなど、期待に応えることができず、1シーズンで PSV、アイントホーフェンへ完全移籍した。PSV は、 新監督に、ルッテンが就任していた。2013年8月、オーストラリア A リーグのメルボルンハート FC へ移籍。2014年10月2日、トゥベンテに復帰した。シーズン終了をもって、トゥベンテを退団し、移籍先を模索していたが、2015年9月13日に、ラジオのインタビューで、現役引退を表明した。オランダ代表では2007年6月2日の対、 韓国戦でデビュー。ユーロ2008のオランダ代表にも選出され、グループリーグ3試合すべてに先発出場。イタリア、フランスを破り、オランダの決勝トーナメント進出に貢献した。ありがとうございます。